お疲れ様です、葵先輩。お疲れ様。なんそれ。お近づきの印のコーヒーです。ほら、今日から一緒に働かせていただくことになったじゃないですか。でもそれ社員ならタダじゃん。タダですけど、愛をたっぷり込めておきました。先輩ってあんまり寝てないイメージなんで。俺はもともとショートスリーパーなんだよ。ちょっと待ってくださいね。なるほどなるほど、先輩はショートスリーパーと。うん、なんだそれ。いや、せっかく組むんだから相手の情報は知っておいた方がいいかなと思って。なるほどな。何の因果か今日から俺と元足は組むこととなった。この二人で大ヒット小説を世の中には送り込まなければいけない。その上で大事なことは何だと思う？愛です。まあそれも必要だが。愛に決まってます。うん、そうだね。愛です。やかましいな。いやいや、愛はあっていいんだよ。作品への愛、これも大事だ。だがもっと具体的に大事なことがある。職場の環境？まあそれも大事だが、俺とお前の相性だよ。先輩と俺の相性？ラブ的な？なわけねえだろ。なんで俺とお前の恋愛の相性なんだよ。編集者としての相性に決まってるだろ。確かに、俺と先輩っていわばバディですもんね。そう、バディだ。バディにもいろいろあるだろう。面白くないバディが作った作品などいい作品になろうはずもない。そこでお前に質問だ。お前、何か誰にも言っていない秘密があるだろう。なんでそれを知ってるんですか？長年編集者をやってるとな、わかるんだよ、噛んで。そういう先輩も何か秘密を持ってますよね。どうしてわかった？舐めないでください。俺はこう見えて観察眼には自信があるんですよ。お前もしかして半分悪魔の血が流れてるんじゃないのか？そういう先輩は悪魔払いの能力を持ってたりして。そんな二人が力を合わせて一冊の本を売り出す、面白い。一つ残念なのは、俺はエクソシストではない。俺も悪魔の血は流れていません。つまんないやつだな。お前普通の人間かよ。いや、先輩に言われたくないですよ。俺は普通の人間ではない。先輩、半分妖怪だったりして。そういうお前は妖怪に恨みを持った妖怪退治のスペシャリスト。お前の好きにはさせない。妖怪たちにだっていろいろ事情はあるんだ。先輩、俺妖怪退治しません。編集者ですから。つまんないやつだな。お前普通の人間かよ。じゃあ先輩は半分妖怪ってことでいいんですね？違うよ。いや違うんかい。人のこと言えないでしょ。お前な、ほとんどの人間は普通半分に妖怪じゃねえんだよ。それ言ったらほとんどの人間は妖怪退治しませんよ。たまにはやっとけよ、妖怪退治ぐらい。なんで怒ってんですか。そんなね、たまにはカラオケ行こうぜみたいな感じで言うことじゃないんです。妖怪退治も大変なんですよ。え、じゃあお前妖怪退治もできないって何ができんだよ。俺に何求めてんすか。じゃあせめてあれだな。お前何ですか。男装した女性だろ。先輩、この会社の社長だったりしますか？違うよ。ですよね、俺も違います。男です。なんだよ、お前男かよ。いや、じゃあお前の秘密ってなんだよ。先輩の秘密って何なんですか？実は俺コーヒーが飲めないんだ。まあそんなもんだよな、普通。そんなもんですよね。でもそんな二人でも面白い作品送り出せますよね。ああ、面白い作品にコーヒーが飲める飲めないは関係ない。それにお前が入れてくれたコーヒーなら飲める気がする。先輩。わあ、やっぱ無理だ。まずっ。そこは飲めないと。